えー、こんにちは黒田和之です今日もごご視聴ありがとうございます今日はですねロールの役割についてやっていきたいと思います、まあ、ロールっていうと皆さんに結構苦手意識があるかなと思うんですがまあ、どういうことをやってるかというとそもそも長い音を表現しているということなんですねで5913のロールっていうのはまあ、まとめて覚えるということですねエチュードをやっていきます でシシンンコペーションにはめ込むこれがまあジャズとかによく使うやり方なんでこういうやり方と7115もまとめて覚えましょうってエチューの2ということですねそれではやっていきましょうはい長い音の表現っていうのはタタタタタンっていう音があったとした時に全部同じ音量だとこれはもう本当に16音符4つタタタタタンなんだけどこれをタラララランっていうふうに残響音みたいにねちっちゃい音にすると残響音みたいに聞こえるからこれが まるで四分音符みたいに聞こえる。タタタタタンじゃなくて、タララランっていう風にしたいと。これがロールの意味です。なので、2個目の音量は下げなきゃいけないですね。これ全部同じ音量で叩くわけじゃない。だからダブルで叩くときはちょっと気をつけなきゃいけないですね。ちょっと叩き方の違いを見てみましょう。はい、それで長い音の表現ですね。長い音っていうのは、えー、っと、タタタタタンを、やるとどんなに速くやっても、これはタカタカタンなんで、これを、 タタととタン、要はダウンアップタプタン、ダウン。ってやると、こういう表現、長い、チャータッチャーダッっていう長い表現ができるということですね。だから9ストロークだと、ってやると、チ、え、ャータッチャータッっていう、こういう表現ですね。なので、タカタカタ、タカタタタタ。タカタカタ やるとタカタカターって聞こえるけどこうやってやってしまうとタカ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 って聞こえてしまうってことですね。ここが違いってことですね。はい、それではですね、593をまとめて覚えましょう。要はターゲットノートに向かって、ここはスタートなんだけどタッ、トゥルラッ、トルラッ、トルラッっていうふうにやっていきますね。こういうふうにね。で、タッ、トルラッ、ト,ルラ,トルラこれがよく使うんで、この三拍フレーズみたいになってるからね。 ッ要は5ストロークが4個9になると3拍子になるから3拍フレーズになって4個そしたら残りを13にしてタットルル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  えー、これを13を3個やるとこれで、えー、ちょうど反対の手になってもう1回同じことをこれ左からスタートになって全部やっていくっていう形ですねで大事なのは、えー、とこの単トとことこ,ここで切れるんじゃなくてここからここに向かう感じそれがすごい大事ですねはいそれではですね、えー、やっていきたいと思いますワン・ツー・スリー・フ はい、シンコペーションにはめ込むっていうところなんですけどここはターンツクターンターンツクターンターンタこれボディソーソウルねあのデクスターゴードのやつですけどあれのねこのフレーズを、えー、ここの一拍半のとこ考えるとタクツツクターンタクツツクターンジャンジャンってこれ2回繰り返してシボン符シボン符になってるんですけどここって3連のりで考えるとタクツツクタツクツタになってるからここって5対1。 4になるんですよってことはこっちの方が長くてこっちの方が短くなってるのね同じ1泊半で考えてるけどスイングで乗ると長さが違うだけどこの歌にこうクラッシュを合わせてその間を埋めてくっていう作業をするんですねだからさっきの、えー、普通に5913なんかもそういう風になるんですが、まあ、そういう場合にはよく使うのが7なんですね71115はまとめて覚えるということでこれですねはいこの7で、ね ええ十一まあ要は七っていうのは何かとこの間全部埋めてるって感じねさっきはタッとコトコタッとなっているタッとコトコトコタッとコトコトコタッとコトコ,トコなのでこれは僕はよくグランドロールって言ってるんですけどこれずっとなってる感じだからのでクラッシュだけを意識して演奏していくって感じなんですがこれをじゃあ右からスネアでやってそれからクラッシュでもやってみますよ要はこの頭の部分ね 頭の部分を全部、ロール以外のところを全部クラッシュで叩いていくっていうのをやりますね。それをちょっとジャズ風に、今の一拍半でやると、どんな感じになるかっていうのを聞いてみましょう。長い音を三連のフィルにはめ込むっていうことなんですが、ダーン、バ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 ン。こういうところに、ダーン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 。やると、まあ要はその。 正確には書けないんですけどここのフィールの中にこうは,まりはまる感じで書くだからセブンとか入れるときはみたいなフィールで埋めていくってことですねワン・ツゥー・ じゃあこれもクラッシュでクラッシュで行くときはバスドラがついていてハイハットはキープがいいですね。せーの。はい、いかがだったでしょうか。えー、エルビンやブレイキーのようなねダイナミックなソロには欠かせないので、この感覚ですね。なので、えー アクセントの部分だけをこう歌で合わせていった。間はずっとロールで鳴ってるって感じ。だからな,なんとなくこううまくこう整地してこう、こう、なんかちょうどいい感じに聞こえるようにしてるって形ですね。だからきっちり、あの、何て言うのかな、こう偶数割とかになってるわけじゃないってことなんですね。ということを、えー、やっていただけると、えー、かなりジャズにこう取り入れやすいってことですね。 はい、なのでこう、まあ、僕は比較的必ず実践的にすぐ使えるっていうところをですね、まあ、すぐ使えるても今日はちょっと難しかったと思いますが是非、えー、頑張ってやってみてください、えー、本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします 私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。